今日はですね、皆様にちょっと改めて、ご報告という形に、ご報告の動画というふうにさせていただきます。ブルワーズ大城、今までですね、4月から、動画を投稿しまして、7ヶ月ぐらいですかね、ひたすら走ってきましたけども、ちょっとね、そろそろ動画に対しての限界っていうのを感じてて、そうですね、やっぱこの辺がもう一番潮時かなと思いまして、今回の報告の動画とさせていただきます。まずは、今までね、こんな、ね、もう何のなんか目標も決まってない動画をまず見ていただきありがとうございます。僕皆さんにね、見てもらって幸せです、いつも。なので、ブルワーズ大城、今回企画を用意しました。はい、ということですいません、ごめんなさい、このなんかドッキリみたいな感じで、あんま興味ねえよという方も多いかもしれないですけど、本日は、何をやっていくかというか、今日報告というか、報告動画になるんですけど、まずね、最近そのリアタイをやっていく上で、やっぱその、ランキング入るっていうそのモチベーションももちろんあるんですけど、なんかもうちょい、いつもコメントしてくれてる視聴者の方と、交流持ちたいなと思って、僕あるイベントをね一つ考えました。はい、それがですね、ブルワーズ大城とワールドシリーズ対決しようぜ。はい、なんのこっちゃやと思ってると思いますけど、これね、例えばなんですけど、このフレンドっていうところで、僕とフレンドになりまして、フレンドマッチを、やりますをやって、簡単に言ったら、僕に勝てたらプリペイドカードみたいなやつを1万円分進呈しようかなということで、はい、っていった形で、どんなルールなのかっていうところなんですけど、本来ワールドシリーズ MLB のワールドシリーズですね、言ってしまえばアメリカンリーグの優勝者とナショナルリーグの優勝者が、決勝戦みたいな感じですね。でこれを取った方がワールドチャンピオンになりますよといった戦いなんですけど、本来のワールドシリーズ7試合ありまして、今例えばなんですけど、1試合目、2試合目、7試合目、8試合目は、ブルワーズの本拠地、例えなんでね。で3、4、5試合は、ボストン・レッドソックスの球場でホームゲームでやりますよといった形なんですけど、僕ね、以前一応視聴者の方と対戦したことはありまして、7試合じゃちょっと長いかなと思ったんで、動画的にも5試合でやろうかなと。だからこんな感じですね。1試合目、2試合目を、ブルワーズ、例えばですよ。で、5試合目もブルワーズ、3試合目、4試合目、球場だけが、ボストン・レッドソックスの球場といった形で、このゲームのワールドシリーズ、ワールドシリーズ VS ブルワーズ大城といった形でやってみようかなと思いまして、でこの球場の決め方は、やっぱ順位が高い人が、言ってしまえばレッドソックス側のホームゲームが2試合のところですね、順位が低い人がその有利な形でできたらなというふうに思ってます。でこの大雑把なルールとして、先発、全部でね5試合、先手、3勝になると思うんですけど、はい、でその先発ピッチャーは自由に決めれません。はい、なので、今画像映ってると思いますけど、こんな感じで5人1試合1試合別々の人使ってください、絶対に。だ例えば、下に映ってると思いますけど、1試合目ノラが投げました、2試合目シーズが投げました、で3試合目また同じピッチャー、ノラとかシーズ使うことはできません。必ず上の写真のように5人別々の人入れてくださいといった形ですね。で中継ぎはもう中継ぎ抑えは自由に使ってくれていいです。はい、っていった形のルールを僕はちょっとイベント的な感じで提案しようかなと思いますけど、皆さんどうでしょうか。僕に勝てれば1万円差し上げますよ、プリペイドカード、負けたら無償で出てもらいますよといった形になりますけど、僕に勝てますか。皆さん言っときますが、僕ランキング500位ぐらいですよ。はい、といった形でちょっとね、交流がてら皆さんとやっていけたらなと思ってまして、この試合をするにあたって、要はね、僕もビタ1問払いたくないと言ってしまえば、絶対負けたくない試合なんで、もうさも試合も盛り上がるかなと思いまして、で
ね、この対決する人もそんな自分の負け姿を無償で出されてたまるかっていうところだと思うんで、はい、そういった形でちょっと考えてます。どうでしょうか。ちょっとね、反響があればすぐにでもやってみようかなというふうに思ってますので、ね、まあ、ただね、まあ、あの最近ちょっと動画出したんですけど、まあ、ベッケンバウアーさんとか、まあ、田中っちさん、上翔さん、リック・オーエンスさんとか、強い人はちょっと、まあ、ご遠慮いただこうかな、うん、そのね、僕がまだそのレベルまでいけてないので、ね、まあまあでも一番はあの視聴者よく見てくれてる方と対決したいなって思ってますので、皆さんこぞってご応募というか、あのコメントで対戦してみたいですといただけたらというふうに思ってます。はい、そのつもりでやっていこうかなというふうに思ってます。で、すいません、こっからあと1個だけ、もう今回は報告動画で終わるんですけど、クラブちょっと創設しました。左に載ってますけど、僕富城ブルワーズっていうチームでもうやってますので、はい、だからちょっとやっていこうかなと思ってますので、なんかね、コメントでもクラブの良さをちょっと伝えてくれたらこのゲームもっとね、広まりますよっていう方がやっぱコメントがあったんで、うん、それをちょっと僕もね、まあ、クラブやったことなかったんで試しにやってみようかなと思いますので、はい、うん、これがね、皆さんがちょっと反響良ければすぐにでもやっていこうかなと思ってますので、はい、じゃあすいません、コメントちょっとお待ちしてます。はい、では今回動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。